はい、こんにちは、あきです。今、うち空手から帰ってきたばっかで顔が疲れてるんですけど、気にしないでください。9月11日水曜日、2019年です。最近ちょっと変わったことがあって、変わったことというか、ホストファミリーがやっぱ自分たちに慣れてきたっていうのもあって、最近叱られました、2人、あのスペイン人のこと。それは何でかっていうと、9時半から10時過ぎると、なんか足音とか冷蔵庫閉まる音とかもいちいち気をつけないといけないらしくて、それを気にしないで日本のカフェで冷蔵庫ポンって閉めたら、おいっつって、今なんでだと思ってんのってすごい怒られちゃいました。今もちょっと夜であんま大きい声であんま話せないんですけど、そういうことがありました。それはちょっとびっくりしたことですね。なんでカルチャーショックじゃないですけど、まあ日本でも大きい音出せたらうるさいとはなると思うんですけど、まあそこまで気をつけないといけないっていうのは、あと男の子って、まあトイレで済ますときに全部開けると思う、便座を上げると思うんですけど、それを上げて戻すときのカタンっていう音でまた怒られました。すごい本当に物音がきついですね。物音にすごい厳しいので、だからそこは夜中神経使って頑張って、勉強するときも物音立てて頑張ってやってます。はい。よく行くお店をちょっとまだそんな立てないんですけど紹介しようと思って、家の近くにあるショッパーって言って、なんだろうな、日本で言う薬局に近いんですかね。なんか今薬も売ってるし、変な薬じゃなくて、普通の市販薬も売ってるし、食べ物も売ってるし、いろんなものが売ってて、そこでよくお菓子買ったりとか、あと足りない文房具買ったりとか、あとはお使い頼まれたら買ってくるとか、あとはなんだろうな、自分コンタクトレンズを使ってるんですけど、コンタクトレンズの洗浄液、こういう洗浄液を使ってます。で買ってます、そこでよく。さっき言ったショッパーなんですけど、明日友達と行くお約束をしているので、それをぜひ明日、同じ動画になるんですけど、見ていただきたいなと思います。あいにくの雨でちょっと外慣れてるんですけど、冬に近づいてきてカナダも雨が多くなりましたね。ショッパーに向かってます。ショッパーって言うんですけど、ドラッグマートと書いてあるから、やっぱあれなんですかね、あの薬局みたいなところですね。なんか買うわけじゃないんですけど、とりあえず回ってみます。食べ物ですね、めっちゃあって、普通にもうなんだろう、日本でいう、スーパーみたいな感じで、普通に普通の薬局よりもたくさん置いてます。これ一番なんか大丈夫、本当に日本っぽいのかな、どうだろう、気になります。いつもこれで2,3 ドルで家で化粧を作ってるんですけど、ここ文房具、日本のあれもある、文房具屋さんも、文房具屋さんじゃない薬局の文房具とかあります。いつも買ってるのが、あ、そうだ、忘れてた、いつも買ってるのが、あ、ちょっと買います。Still raining, I feel like. ここで肉、スパナとかめっちゃ買ってて、これがすごい美味しい。サラダとか。なん
いです。レフレジ、何ですか？これです。で、出口のところ。で、とりあえず、ショッパーはこんな感じなんですけど、とりあえず、初めて店紹介して不慣れですいませんが、いつもここで文房具とか、軽食、さっきねサラミとか、あとサラミにサンドイッチ入れたりとか、いろいろ工夫して自分で作んないといけないんでやってます。なんかほぼ日本と違って現金じゃなくてみんなカード払いなんで、どの店とかどの自販機でもやっぱカードが使えるようになってるっていうのがちょっとびっくりしましたね。あと日本食がやっぱすごい恋しくなるので、日本食を食べにダウンタウンビクトリアに行くんですけど、その時のおすすめの日本食のお店が仙寿司って言って、もうなんか全部材料が日本の材料らしくて、卵は違ったっけな、ほぼ 90% ぐらいに日本のものを使ってるって言ってて、でなんか寿司屋とか行ってもなんか、これ本当に寿司なのとか、なんかうどんとか書いてあったら、じゃあうどん食べてみようかなと、本当にこれうどんなのとか、すごいそういうのばっかだったんですけど、仙寿司はもう本当に文句なしの日本食で、すごくおすすめです。もし留学生が見てたり、長期間で旅行来てやっぱ日本食恋しいなと思った時に、ぜひビクトリアダウンタウンの仙寿司行ってみてください。すごいおすすめです。最新の出来事なんですけど、撮ってる授業が、ELL ウッドワーク、ライフサイエンス、ELL の4個だと多分お伝えしたと思うんですが、ライフサイエンス3ブロック目のライフサイエンスがすっごい難しくて、何言ってるか分かんないぐらいだったんで、変えようと日本人の先生に相談したところ、数学がいいんじゃないってことで数学をおすすめされて、で問題もすごい簡単なんですね、因数分解だとか分数の割り算だとか、すごい簡単だったんじゃあそれで単位取れるならってことでやろうと思ったんですけど、たまたま空いてなくて、それ以外、3ブロック目のライフサイエンス変えるとしたら全部サブのサブジェクトしか、副教科しかなかったので、全部副教科になっちゃうと単位が取れなくなっちゃうので、それはダメだってことで、2時間目のウッドワークがあって、そのウッドワークを変えようかってなったんですね。正直言うとウッドワークすごい大好きで楽しいし、先生もロックハート先生っていう人で、なんか日本のことに興味持ってくれたりとか、もしこっちが分からなかったらすごい簡単な英語で伝えたりですごく一生懸命頑張って親に分かるように説明してくれたりとか、すごい優しい先生で、男の先生なんですけど、だから変えたくないなって思ってたんですけど、自分の単位のために変えないといけないってことで、その2ブロック目のウッドワークを、化学の化学に変えて、3時間目のライフサイエンスをメタルって言って、金属加工に変えて、1時間目と4時間目の EL は変わらずってことで、なんとかライフサイエンスから逃れることができたんですが、大好きなウッドワークが取れなかったので、すごいちょっとそこは寂しいですね。先生の授業楽しかったので、あと僕のいつも一緒にいる人たちの中に中国人がいるんですけど、その中国人がアニメが大好きらしくて、なんかお前はもう死んでいるだとか、某アニメですよね。あとはなんだろうな、お前は魔王かとかいきなり朝行ってきて、本当に日本に興味持ってくれてすごい嬉しいんですけど、あ
と、てめえ知ってるのかとか言って、意味も多分分かってないんですよね。意味も分かってないのに使ってきて、ちょっとすごい面白くて、あーとは思うんですけど、ちょっと可愛い部分もあって、その毎日日本語教えてよとか言って、こっちも英語で日本語教えたりとか、そのもあって、まあ勉強になるので、中国人に日本語教えてます。すごい楽しいです。それもなんかやっぱ言語の壁を頑張ってお互い乗り越えようとして、こっちも中国語教えてよとか、放課後ですけどやってて、すごい面白いなって思います。やっぱ留学生だけしかできないような、その言語の交換の授業じゃないけど、教え合いが留学生特有の遊び方なんだろうなって思います。